大崎市と栗原市にまたがる六角牧場で計画されている風力発電について、事業者側が風車の数を減らす方針を示しました。これはきのう、大崎市鳴子温泉で開かれた住民説明会で事業者側が示したものです。大崎市と栗原市にまたがる六角牧場では、札幌に本社のある企業 CSS などが風力発電を計画しています。風車の数は当初の計画では24基でしたが、その後20基に絞り込み、今回さらに17基に減らす方針を示しました。景観の、影響等ですね、考えると少しでも、減らしたいということですね、数を。この計画をめぐっては、大崎市の伊藤康史市長が先月の市議会で、住民の理解を得られているとは言えず、現行の事業計画は容認できないと発言したこともあり、住民からは中止を求める声も出ました。もう諦めた方がいいんじゃないですか。そこで私どもですね、入ってしまうとですね、私も帰れなくなりますので。CSS は今後、地元貢献策を示すなどして、計画への理解を求めていく考えです。